ガゼレクフットボールクラブアジャクシオは、フランスコルシカ島アジャクシオにホームを置く、サッカークラブ、ガゼレク FC、アジャクシオ、GFC アジャクシオとも表記される。1960年、フランスのガス、電気公社である EDF-GDF の社内、実業団クラブガゼレク FC と1910年創立の FC アジャクシオが合併し、ガゼレク FC アジャクシオが誕生する。 1996年、オリンピックアジャクシオとの合併を機に、チーム名をガゼレク FC オリンピックアジャクシオへと変更。2012年、チーム名を救命賞であるガゼレク FC アジャクシオに戻すことを決定。2012から13シーズンは実に20年ぶりとなるリーグズでの戦いに挑んだが、 最下位の20位に終わり、わずか1シーズンで降格した。なお、2012から13シーズンは、本来の本拠地である、スタッド・アンジュ・カザノバがリーグドゥのスタジアム基準を満たさないため、同じアジャクシオのクラブである AC アジャクシオの本拠地、スタッド・フランソワ・コティを暫定的に使用した。そして、わずか1シーズンで、リーグドゥに返り咲いた2014から15シーズンは、 第31節で2位を確定。クラブ史上初となるリーグン昇格を果たした。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。